です。今日さっきそこの方から入ってきた時に今日人たくさんすごい来てくださってると思ってすごいびっくりしたのと嬉しいので、ちょっと最初のパフォーマンスでテンション上がってます。あ、今も上がってます、もちろん。なので、今日も1部、2部、3部とありますので、ぜひ3部も来てください。1部盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。久々に今スパークルを披露したんですけども、この曲はカップリングの曲でなかなかする機会はあまりないんですけど、なんで初めて見た方も多いのかなと思っています。そして最後の雰囲気をちょっと変わったんですけども、気づきましたかね。ちょっとだけ一人ずつ歩くとか、そう、なんで楽しんで2部も3部も曲変えるので楽しんでもらえればいいなと思っています。よろしくお願いします。どうも、岡です。先週もこうやって予約イベントにさせていただいたんですけども、なんか1週間ないと本当にもう早くイベントやりたいって気持ちがもうどん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 強くなって、本当に昨日の夜もワクワクしてました。今日は皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思ってます。よろしくお願いします。笑顔にできるように一生懸命パフォーマンス頑張りたいと思います。よろしくお願いします。井上梨花子です。先週に引き続き今日も盛り上がっていってください。よろしくお願いします。下村美希です。前髪が伸びてきたので上げてみました。いや、似合ってるよね。かわいいよ。まあ、衣装も大人っぽい衣装なんで、今日はかっこよくいきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速もう抽選会の方に行っちゃいたいと思います。抽選会スタート。はい、まあ、というわけで抽選会終わったんですけどもね、ここで、まあ、せっかくこんなにたくさん来てくださったので、やっぱり、うん、ちゃんと直接伝えなきゃいけないことがあるじゃないですか。そうですね。はい、それでは、はい、いきます。2月15日に新宿村ライブにて、私たちフェアリーズの初サンドクルーブが決定いたしました。ありがとうね、そこからずっと、うん、フェアリーズとしてやってきて、こんなにたくさんの方がね、まあ、ここに今来てない方とかもいるから、もっときっとたくさんいるはずなんですけども、応援してくださってきて、まあ、お待たせしましたっていう感じなんで、お父さん嬉しい。ありがとうございます。そうですね、本当に待たせてごめんねっていうのと、まあ、今までついてきてくださってありがとうっていう気持ちで、もうなんかもう昨日だったかな、ツイッターで発表されたの、おとといだね、おとといの夜に発表された。本当にね、どうしていいか分かんなかったよね、嬉しすぎて。そう決まった時、皆さんもね、本当にありがとうございます。皆さんがいたから本当に、なんだろうね、ここまで来れたというか、そうですね、すごい嬉しくて、でもちょっと不安なところとか緊張とかもありつつなんですけれども、でも来てくださるよ、来てくださる、まあ、抽選なんで当たるかどうか分かんないけど、あ、そうだ、応募したよってこと、応募したよってこと、ありがとうございます。あ、でも行きたいなと思ってるんだけど、予定が来れないっていう方もいると思うんですけどね。でも少しでも行けるよっていう方はぜひ今日までなので、締め切りが、申し込みの締め切りが今日までなので、ぜひ申し込んでみてください。待ってます、皆さんのこと。はい、最高のパフォーマンスをしましょう、しましょう、します、ね、